こんにちは、フルート奏者の荒川博です。このチャンネルは、自分の音楽のコンテンツを配信するほか、Vlog で、様々なものを取り上げている、チャンネルになっています。今日はですね、こちらの、林光先生の、レコードをちょっと紹介したいと思います。これずっと家に置いてましてですね、これいただいたんですけども、本棚にずっと置いていまして、でうちレコードプレーヤーがないんですね。なんですけども、もうレコードってすごい好きで、あったらとりあえず、ちょっと買っときたいっていう人なんで、で実際レコードの音もすごい好きで、今でもまあそのね、あのレコードプレーヤーを買わない理由もあって、あの本当に高いので聞く音を知ってるんで、そうすると 3,4 万でちょっと買うよりももうちょっと上のランクっていうふうに やって考えていくうちに買えてないっていう、そういう現状です。でもね、こう置いとくだけでも本当にすごく嬉しいので、今回は、この中に何が入ってるかっていう のだけを、紹介する動画になってます。それでですね、今回はこの音楽の学校の、林光作新集、この中にかなりレコードが入っているので、これをちょっと簡単に一つ一つ紹介しようかなと思ってます。これ企画構成の中に光さんも入ってますけども、佐藤さんも入ってますけども、田川律さんが入ってて、田川律さんって僕すごく、光さんとご一緒してた時に本当にお世話になった、人で、とってもいい方で、僕は大好きだったんですけど、最近ちょっとなかなかお会いできる機会がないので、またお会いしたいですね。ですね、まずはですね、僕の銀河鉄道っていうのが入ってました。これは、朗読が、関根博さんですね。星巡りの歌が入ってます。宮沢賢治さん、このね、星巡りの歌すっごいいい曲なんですよ。歌とピアノが、吉田美奈子さんですね。この裏面には、ゴールドラッシュ、あとはピアノが佐藤正彦さん、ジャズのすごい、節場、これもまた、これフルート野口龍さん、オーボー山本陽一さんですね。こんな感じですね。次に、ピアノの教室、物語、ホワイホワイホワイ、スタコラ階段、まああの光さんの作品、これは作曲イコール年代が書いてるんですね。これね、船歌が1967とか1969年とか、そういう感じの書き方をしてます。29通の手紙、作曲家モーツァルト、N 教室内合奏団、指揮岩木博之さんです。そしてセレナーデ、あ待って、今裏見たよね、そうね、これはセレナーデですね。フルートの、作品です。フルートは朝日隆さんが弾いてます。1944年作品。セレナーデは光さんが10代の頃に書いた、ものですね。フルート二重奏、これなんかそうですね、中川雅美さんが吹いてます。朝日隆さんと中川雅美さん、僕中川雅美さんに憧れてフルート始めたっていうのもあるんですね。あの本当に中川さん素晴らしい、ジャズプレイヤーであり、あのフルート奏者です。センチメンタルジャーニー、これもねいいですよね。僕海の底で燃えてるものを見たよ、ピアノという楽器、これもちょっと聞いてみたいですね。次に変身ギター、エレキギターという楽器、佐藤正彦さんと中山千夏さん、テーマソングですね。そして夕べのリサイタルのテーマ、あー聞きたいな。1973年、僕は72年生まれなんで、1年後ですね。メヌエット、三拍子のセレナーデ、十二月の歌、あこれね、十二月の歌、あの森は生きている、動物園、これ僕すごい好きなんですよね。動物園ってあの結構シュールな曲です。これ
最後、ヒカルさんソングスでいっぱいフルート、歌、ピアノに直していただいて、よく一緒に演奏しましたですね。さて次が N 響コンサート、 NHK 交響楽団、岩木博之さんで N 響室内合奏団フルート独奏、なんと出ました小出慎也さん、小出慎也先生、すごいですね。もうレジェンドばっかりですね。すごい。近志さんもいて、うん、ビオラ、奥国雄さん、すごい。チェンバロ、あ、小高さんですね、これ。で、後世林光さん。ロシアの踊り、粉屋の踊り、古代とか、あ、いろんなものが入ってるんですね、これ。そして、ピアノのためのソナチネ。これはちょっと僕、ちょっとだけ覚えてますけど、あ、そしてこっちに裸の島ですね。これ僕はフルートピアノに直していただいて、長年これは演奏してました。これ本当にいい曲です。これちょっとね、聞きたいですね。映画の、新藤兼人さんの作、映画のテーマなんですよ。白黒の映画でして。1960年作。で、指揮は富山雄三さんだから、ちょっとね、オーケストラになってるバージョンなんで、これ改めて聞きたいですね。ネズミとネズミ小僧。ヒカルさん一緒に、劇団ウリンコで名古屋に行った時に、劇団ウリンコのために、音楽ネズミジェラルディンっていう、レオレオニ作曲の、それの簡単な曲を作って一緒にやったのを覚えてます。津軽1973年、クラシット歌。あ、出ました、フルートソナタ、これは本当に素晴らしい曲で、花の歌ってね、あ、これと一緒にかけてるんですね。このフルートソナタの三楽章はこの花の歌のロンド、花の歌が混ざってるんですね。それをかなり現代曲調に、デフォルメした感じのものが、こちらに入ってます。この花の歌は本当これだけでも単体でもすごいいい曲で、由紀さおりさんが歌ってますね。で、こちらのフルートソナタは小泉宏さんが 歌って弾いてます。小泉宏さんは僕最近聞いたのはボイスですね。小泉さんのボイス、竹光徹さんのボイスは素晴らしいです。それから、空の落とし穴、バイオリンの音、音楽池部慎一郎さん、うん、すごいですね、これも。アマンジャクとウリコ姫、オペラですね、これ。四季富山雄三さん。富山先生も、本当、もう、過去から現在まで活躍中です。これも富山さん。交響曲、都庁長。これ、聞いたことあります。これ、すごいですよ、この曲も。なんか昔の日本の、作品、ヒカルさん以外も本当名曲たくさん残ってますよね。僕ヒカルさんも大好きだけど、安倍晃明さんも大好きなんですね。で、安倍晃明さんの、音楽は、確かね、フルートソナタがあるんですけども、第1番第2番ってあって、宮本明鏡先生が僕の師匠なんですけど、宮本明鏡先生が初演をした、で、先生が あれは僕が初演したって言ってくれてて、ちょっとびっくりしたんですけど、ちょっと聞いてみたいです。それからですね、アフリカからアフリカへ、これはちょっと僕存じ上げないので聞いてみたいですね。このジャケットいいですね。なんかジャケットってこのぐらい欲しいですよね、やっぱり。なんかこう、これだけでしばらく10秒以上は見入っちゃいますよね。もっと見えるかな。なんかなんだろうな。だって A4 よりちょっとでかいわけで、このインパクトってやっぱり CD のジャケットだったらこんなんじゃないですか。やっぱこれですよね。裏面にはこう、ちょっとね、ごめんなさい、ちょっと光が多すぎちゃって、原爆象形です。これは水をくださいっていうところからスタートして、これは本当1、2、3、
ありますけども、この三楽章、全部聞いて、何も感じない人はいない、本当にそこに、本当にたあの焼けた町が本当にこう再現されるような、音楽の力だけで、本当に音楽がこう3次元4次元とこう時代をつなぐ、過去にこう引き戻される、そういう力がある曲でした。本当にこれは今でも僕 何度も毎年この原爆憧憬を、演奏するときに僕よく聴きに行ったりとか、していました。そしてで、僕は武田恵子さんとよく演奏をしましたが、道子供と線路ですね。あ、これにはこの3曲目よく空を同時に演奏するんですけども、ここには空は入ってないんですね。空は後で入れたっていうお話が、僕は光先生自身から聞いていたので、道子供と線路空っていうふうにこう後で書いたって、だいぶ経ってから入れたって言ってましたから、これの状態の時はまだ入ってませんね。なるほど。で、フルート野口龍さん、龍さんにもすごくお世話になって、上野学園に行ってちょっと教えてた時に龍さんと一緒でいろいろよくいろんな話しましたけども、娘さんの野口美代さんは、僕ずっと七日時代僕の、横で一緒に演奏してくれてました。素晴らしいフルート奏者です。こっちも E1、 これねちょっとねちゃんと聞きたいんですよね。ホルン田中雅宏さん、バスクラ斉藤明さん、コントラバス野口武さん、おことで弾く現代音楽、すごいですね。これなんかでも中川雅美さんね、娘さんおことでしたっけ、これ一緒に演奏されてるんじゃないですかね。なんかそういうのあったら聞きたいな。怪獣むしゃむじゃかがやってきた、すいません存じ上げません。録音豆百科こうね、これ今の録音はこういうふうになってますって、もう今すごいですね。もう、この前紹介したブラックマジックの最新鋭のシステムもこんな感じですけど、ほんとかっこいいですね。いや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 、レコード1枚ぐらい出してみますかね。こんな感じで今レコード版を知らない人ももちろんいっぱいいると思いますけどね。もうこの何ですかね、この匂い匂いばっかりで申し訳ないんですけど、本当に、すごい、ほとんど、聞いてないので、もうここ綺麗ですね。本当に素晴らしい。今はこのレコードの彫り師もすごい少なくなってるって聞いて、そうなんですかね。彫り師がそういうのがだいぶ高齢になられたという話も聞きました。やっぱこういうのも どこの世界にも職人さんがいらっしゃる。これこうやって入れるなって教わったんですよね、小さい頃。なんかいわゆる こっちここに入れてるとそのままこっち出ちゃうから、縦に入れろって言ったかな。こうか、でもなんか入れにくいんですよね。こうよれちゃうんですよね。まあちょっと頑張って入れてみようかな。こう、こっちが下なんだったら、そのビニールの部分の下はこっちに向けろって言われて、父から教わりましたね。そうすると出した時に、ペロッと出ないというふうに。そうですかね、もう忘れました。以上が、これ何枚でしょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11枚収録されてます。すごいです。ちょっとちゃんと聞いてみたいんですけども、これはレコードで聞きたいっていうことですね。なんで、いつか、ちゃんとレコードをレコードプレイヤーを買って、今度ちゃんと聞いてみたいと思います。今日はこれを紹介するだけの動画でした。ご視聴ありがとうございます。 Thank you.